ペレスウルトラ、どうもファンです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は最新話の新情報を踏まえたトドロキ家とダビの交差点になります。ジャンプ本書の内容も含みますので、ネタバレにはご注意ください。本日の時間割はこちら。ホルコ先生の手札の一つ、ダビがついに踊り始めました。このダビ、トドロキ家の闇は本編だけだと理解が難しく、この辺りをクリアにする説明と、トドロキ家はもともと普通の幸せの家庭だったんじゃないかという説、この考察の説明からもトドロキ家の闇を丁寧に解説していくので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。では早速いきましょう。1時間目、トウヤは本物なのか。この疑問はやはり必要かなと思います。ダビのモノローグ以外の発言は興奮している際か適当に会話をしている時なので、そのセリフの真偽は判断しきれないところがやはりあります。特に今回のナンバー290のダビダンスから、ホルコ先生はダビをアメコミのジョーカーとリンクさせていることがほぼ確定となりました。このジョーカーはバットマンの正義を暴こうとした存在で、ダビの継ぎはぎの見た目やステインの意思、本物の英雄の見極め作業を継ごうとしているため、ジョーカーとの共通点はやはり多いです。そのジョーカーはいわゆる強人であり、人格が変わったり、自分でも何が本当なのか嘘なのかも分かっていないというオリジンがあります。このジョーカーを考えると、ダビの発言は嘘が含まれている可能性があります。そのため、この可能性を踏まえると、今回のダビがトヤ本人という発言は嘘なのかどうかを考える必要がやはりあります。しかし、このジョーカーを例に出しましたが、僕はダビがトドロキトヤ本人でほぼ確定だと考えています。一番大きいのはトヤ本人のコマがあったこと、そしてダビが興奮している場面で次男の夏男をお母さんのトドロキレイと同じ呼び方の夏くんと自然に呼んでいたこと、さらにダビの目が青いこと、このあたりを考えてもトドロキトヤで間違いないと思います。もともとダビはトドロキトヤと関係がある人物であるか可能性は極めて高いと言われており、1年前のジャンプに掲載されたナンバー249地獄のトドロキくんちのラストに登場したトドロキトウヤ、今回の1年越しのダビダンスは偶然なのか必然なのかはホルコ先生にしか分かりませんが、ダビとトドロキトウヤは何かしらの関係がある可能性が高い状況がありました。ダビがトウヤ本人だと明かされた今、ここがダビのピークだろうと思う方いるかもしれませんが、ダビはここからが本番でもあります。ぜひ動画を最後まで見ていただけると幸いです。2時間目、死んだ理由。今回のダビダンスでダビはトドロキトヤだという名前だけが分かりましたが、結局ダビの正体はほとんど分からなかったんじゃないでしょうか。何が分からなかったのか、ダビの目的、ダビの夢につながるダビの具体的な正体、ダビのバックグラウンドがよく見えませんでした。この正体がトドロキ家の闇、ダビの最大の魅力、面白さにつながります。分かった情報から考えると、トドロキトヤという名前にはすでに亡くなっているという大きな要素があり、ここをプルスウルトラするためには一度何かしらの死を迎えているという事実があることになります。それは本当の死なのかもしれませんし、いわゆる戸籍上の死という可能性もあります。また次男の夏男が父エンジを許せない理由の一つに、トヤが夏男に話していたことがあるとされています。これが今回のダビダンスで分かりました。長男のトヤは自分の存在意義を見失っていた、毎日夏くん、次男の夏男に泣いてすがっていた話で、この話が夏男がエンジを許せない理由になります。なぜトヤはショートのような英才教育、虐待訓練をされていないのに存在意義を見失ってしまったのか、5時間目の幸せの過去で考えていきます。話を戻して、なぜトヤが死んだのか、このトヤの存在意義の迷走が一番の原因であり、エンジがトヤを殺したも同然だというセリフは、トヤを存在意義の迷走に走らせてしまったことだと言えます。このトヤは存在意義を確立するために死んだんじゃないか、ここはいろいろ考えられます。例えばヒーローのマッチポンプ理論のように、誰かを助けることで自分の存在意義を見出そうとした、誰かから感謝をされるために誰かを助け、他人に自分の存在を認めてもらうことで存在意義を見出そうとしていた、その過程で死んでしまった。エンジのヘルフレーム以上の火力があれば個性で死んでしまう可能性もあります。他には自分の存在意義を見出すためにあえて自分の名前を捨てた、自分の名前を捨てるために死んだ、トドロキ家の長男という記号があるから父トドロキエンジに縛られていた、過去に縛られていた、だからこそ名前を捨てることが自分の存在意義の確立につながる可能性、他には父エンジに復讐する力を手に入れることがトヤとしての存在意義の確立につながる可能性です。これは以前のショート初期ロキ君と少し似た考え、母レイの個性だけで一番になって父エンジを完全否定する、つまり強さを求めるエンジに強さで見返そうとする考え方です。個人的にはこの可能性が一番高いんじゃないかなと考えています。今回のダビダンスではナンバー2ヒーロー、そしてナンバー1ヒーローになったエンジに対して復讐したいという欲求がダビには見えます。これは失敗作だと言われたから、強くなれば失敗作ではない、エンジを翻弄できる力、父を超える力を持つことが自分の存在意義、自分の生まれてきた理由だと捉えてしまった、つまり今でもトウヤはエンジに縛られている、
昔の父が求めた子になろうとしている、期待に応えようとしている、存在意義を見出そうとしている。これは幽霊白書祝いぎこちない年越しそばで、次男の夏男はトウヤの仏壇の写真を見て、兄トウヤはいつまでもあの頃に閉じ込められているという表現がされていました。つまりダビトウヤだけが10年前に囚われているという表現にも取れます。トドロキ家は長男のトウヤ以外前に進んでいます。父は市民の未来を保証するヒーローになるために、母は子供と暮らすために、長女は家族全員で暮らせる家に戻るために、次男はお母さんのような人を助けるために、三男はオールマイトのようなヒーローになるために努力しています。だからこそトウヤだけが過去に囚われているという話がすんなり入ってくるところがあります。そうなってくるとトウヤは力を得るために死んだと言えます。現に一度死んだトウヤはダビとしてエンデバーを翻弄しうる力を手に入れており、今回登場したエンディングや星のしもべ、そしてフードちゃんを操っていた、そしてショートを殺そうと考えていた。これはエンジの自慢の息子を殺すというところに大きな意味があると思います。そしてエンデバーが求めていた存在、エンデバーを超える力、強い力を持つ存在を目指していると言えるかもしれません。トウヤが死んで手に入れた力はどんな力なのかはダビの正体に関わるところでしょう。3時間目、ダビの条件。ダビの正体はあのホークスが驚く存在。ホークスは10年以上前から公安にいました。日本の社会の裏の深いところまで知っているであろう。ホークスが目を見開いて驚いてしまう人物がダビ、トドロキトウヤとなります。さらにトウヤはホークスの本名を知っていた。ホークスが名前を捨てたタイミングはエンデバーのようなヒーローになるという夢を持っていた高見慶吾くんが公安プログラムに入った瞬間でした。つまりトウヤはそれ以前に慶吾くんと知り合いだったか、公安で知り合ったのか、公安の情報を閲覧できる公安以上の人間となります。他にも可能性があるかもしれませんが、この3択は全てホークスが驚く対象であり、ダビの正体はこのどれかに該当します。さらにダビはオールフォーワンの側近であるドクターガラキと面識がある可能性があり、ドクターをさん付け、さらにドクターからオールフォーワンの秘密兵器ギガントマキアの情報を教えてもらえる存在でもあります。そして何といってもステインの意思を全うしようとしている。これら全ての伏線を回収できるのがこのダビ、トドロキトウヤとなります。4時間目、幸せの過去。今回のダビダンスからこの可能性が高くなりました。トドロキ家はもともと幸せの家庭だった可能性、この一番の根拠が長女冬美の目標、戻れる、やり直せる、そしてエンジが壊したというセリフがあります。トドロキ家はエンジが妻レイの家族を金で丸め込み、強引に結婚し子供を作らせた最悪の家庭、エンデバーは悪魔のような人間、こういう印象が強いです。これはトドロキ家の導入が三男のショートだったからだと言えます。彼は生まれて5歳前からエンジの英才教育、虐待訓練を受けた地獄と母の愛と火傷を体験してきました。そのためトドロキ家といえば体育祭という印象が強いため、トドロキ家は金と虐待、子供ガチャだという認識が先行してしまいます。しかし冬美はエンジのセリフ、やり直せる、戻せる、壊した、初めから家庭崩壊していたのであれば、こういう発想にはなり得ないんじゃないでしょうか。さらに今回のダビダンスでトウヤはエンジに復讐のようなものをしようとしていました。ここで重要なのは、先ほども少し触れましたが、トウヤはエンジの虐待訓練、英才教育を受けていないという事実。ショートがエンデバーを復讐するのは分かります。力を力で返す。トウヤは自分の存在意義が分からなくて夏男に泣いてすがっていたとありました。つまり夏男の思想、トドロキ家への感情はトウヤの思想と同じだと言えるんじゃないでしょうか。ここを考えてくるといろいろ見えてきます。スピンオフの幽霊白書祝いぎこちない年越しそばでは、夏男の思いが明かされました。まず夏男がトウヤの仏壇の線香をあげようとした時、燃え残りの線香がありました。これを見て夏男はショートが線香をあげてくれたのかと思い、感慨深い気持ちになったとされていました。この感慨深いという表現はプラスの感情で表現されることが多く、夏男はショートがトウヤに線香をあげたことが嬉しかったと言えます。ここを考えるとトウヤはショートが嫌いではなかった。もしショートの存在を憎いと思っているのであれば、夏男がショートの線香を見た際の感情は複雑な気持ちになった。これが一番正しいんじゃないでしょうか。一方のトウヤはなぜ自分の存在意義が分からず泣いていたのか、そして夏男は存在意義が分からなくなっていなかったのかという疑問があります。夏男は父に相手をしてもらったことがない、エンジに認めてもらいたいという感情、経験がない上、兄トウヤに泣きすがられた日常、兄に頼ってもらえているという形があるため、お母さんが入院するまでエンジから認めてもらえなくても兄から存在を求められていたため、存在意義はあったんじゃないでしょうか。さらにお母さんが入院しトウヤが消えたからは、お母さんの身の回りやお手伝いさんが腰をやってからは家事の手伝いで、夏男は存在意義を見出していたと考えられます。そのためこれが生きがいだったので、大学の進路で迷ったが、長女の冬に押してもらい母のような人を助けるという夢に進んで、彼女もいるという状況、こういうルートが考えられます。つまり夏男の人生には存在意義がしっかりあった。でも長男のトウヤには存在意義がなかった。
東野は惜しかった。俺以上の火力を備えているのに例の体質を持ってしまった。つまりエンジが求めた強さはもともと東野は持っており、上位互換であったが例の体質があるため雑魚個性失敗作という烙印を押されてしまった。これが東野の存在意義を見失ったタイミング。力がないからエンジに捨てられた。これまでは存在意義を見出せていた。つまり東野はもともとお父さんから認めてもらえていた可能性があります。ここで話を戻して幸せの家庭だったんじゃないかという話に戻ります。東野の部屋にはおもちゃがたくさんあります。そしてアニメ4期のエンディング、シャウトベイビーのアニメーションの写真の1枚、ショートの入園式の下の写真には燃えた写真、これはトドロヒキが幸せだった頃の写真の可能性があります。トーヤは両親に囲まれた幸せの人生を送っていた。夏男は買ってもらえなかったおもちゃもトーヤは父に買ってもらえた。入園式にも来てくれた。しかし個性が発現しエンジに捨てられた。力が足りなかった。個性が強いけど肉体が追いついていなかった。そして父から認めてもらえなくなったが、お母さんがいたから大丈夫だった。少女の冬美はその幸せの時間を知っているから、両親がいる幸せの家庭を戻そうとしている可能性。そしてショートが生まれて、お母さんは3人の子供から離れた。トーヤはお母さんからも認めてもらえなくなった。一人になった。力が足りないから、力がなかったから。そしてショートは火傷をもらい、お母さんは入院した。トーヤは認めてもらうために、力を手に入れるために死んだ。これがダビダンスを読んだ僕の感想になります。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you next 動画、バイバイ。